ソロモンで落としたら死ぬっていうレベルのこの参考書一問もミスらないぞ。自分のメイン武器を作るとサボってると記憶喪失じゃないですか、そのまま不合格に直結しちゃいますからね。世の中で日東駒線とマーチと早慶しか大学がないわけじゃないですから。そうだよ、始まりました、マテチャンネル。さあ、今回ですね、中森先生においていただきました。はい、ハロデア。はい、多分ね、この同じ時間に出てるからまた武田塾と同じじゃないかって言われちゃうんでしょうけど、はい、今回なんですけども、はい、秋になるというかですね、まあ、いわゆる夏休み終わってこれからどうしたらいいんですかっていう声がですね、やっぱ結構来てるので、そこを中森先生にちょっと聞いていこうかなと思います、ね、なるほど、はい。やっぱりですね、まあ、8月って再生数が何だか分かんないですけどすごい低いんですよ、はいはいはい、勉強系。それが9月になるとこうもももももって上がってくるので、はい、やっぱ9月になってこうやらなきゃって思う人がやっぱ増えてるのかなと思うんですけど、ちょっとビシッとですね、はい、中森先生に受験生版タイガーファンディングの虎になったようにあれね、僕まず出さなさそうですけどねゼロ、はい、ちょっとじゃあ聞いていきたいんですけど、はい、どうしたらいいんですかね。そうですね、まあ、もう9月も終わっちゃうんで10月っていう前提で話したいと思うんですけど、そうですね、もう多分これが出る頃には10月ですね、はいはい、10月って立て石的にちょっと微妙な位置だと思うんですよ、はいはいはい、要はこうもう少し先の11月12月になったら直前期っていうのになってくるんで、はいはいうん、そのための準備期間かなと思ってるんですよ。つまりその10月にやる勉強ってもう間違えちゃいけないレベル、うんうん、もう過去問とか本番の対策に入るときにその問題落としたら死ぬっていうレベルの問題を徹底的に固める時期かなって思ってるんですよ。なるほどなるほど。だからここでなんかどこまで参考書を終わらせるかをもう決めて、もうここで絶対この参考書一問もミスらないぞぐらいやり込まなきゃいけない時期かなと思ってます。なるほどなるほど、はい、じゃあどんな感じでやればいいですか。いやもうやっぱり多分この時期だと、例えば早慶志望の人だったら、まあ、早慶レベルの参考書か間に合ってない人はマーチレベルの参考書になってると思うんですよ、うんうん、でそれはまあ今の自分のレベルに合わせていいと思うんですけど、そこでもう極力新しいのあんまりやらないようにして、今やってるレベルをもう固めてもひたすら繰り返してノーミスぐらいまで仕上げて過去問挑んで11月に何やるか決めるっていうのをやるみたいな。おお、なるほどなるほど、はいはいはい、まずはじゃあその復習というかそれをがっつりやって、はい、で過去も挑んでコテンパンにされるとか、はい、ここできないんだなっていうのを知るわけですね。そうです、要は分野別とかも絶対追加しなきゃいけなくなるんで、はいはい、まあ、11月以降とかはそういうのやっていかなきゃいけないんですけど、ただなんていうかこれは絶対取れるっていうラインが自分の中でないと、はい、対策したところに知れてるじゃないですか、基礎としたらみたいな話があるんで、ここは自分のメイン武器を作るとか、うんうんうん、メイン武器になれる時期だと思う。なるほどなるほど。なので俺は受験期一番やった本はこれだみたいなのを10月に一冊作り上げてほしいなみたいな。なるほどなるほど、はい、でまあ、受験生は絶対それをって感じですか、はいはい、あとはまあ共通テストについてもちょっと大事だと思うんで話すと、うん、あ、なるほどなるほど、10月が共通テストの放置してる科目ですね、うんうんうん、をやり始めるリミットかなとは思ってます。さすがに11月とかになっちゃうと間に合うんですけど、うん、プレテストとか予想問題解く時間がなくなると思うんですよ、うん、はいはいはい、終わってすぐ本番みたいな感じになるんで、うんうん、10月とか11月の中旬ぐらいまでに、まあ、共通テストの基礎のみの科目を走り切っちゃって、うん、12月以降予想問題とか模試とかをやった方がいいかなって感じです、ね、うん、なるほどなるほど。理科基礎とか始める、ね、はい、人が増えてくるようですね。そろそろ、はい、結構なんか12月からでも間に合いますかっていう人もたまにいるんですけど、いや間に合うんだけどさっていう、うん、本当に初見勝負になるよみたいな感じになるんで、ですね、それはあると思いますね。いやー今年共通テストはね、参考書心配は心配ですね、はい、もう今いろいろ出てて、うん、もうアマゾンレビューがもう星一つの嵐なんですね。いやもうだって今年出す人は勇気あったと思いますよ本当に。いやーね、まあ、特に英語に関してがやっぱすごいレビューがついてますね、はいはい、いつ裏切られるか分かったもんじゃないかなって、ね、このいわゆる去年の模試をこうまとめて各出版社とか予備校のものが出てたりするんで、それがまあいわゆるの思考調査のものに基づいてて、うん、本番に基づいてないどういうこっちゃみたいなですね。そりゃそうだよ、去年のもしそうなんだから完全オリジナルで作ってるところ以外は今年完全準拠はなかなかできないですもんね。そうですね、はい、本ってそんな早くできないですし、もしってそんな簡単に作れないんですよ。なので、まあ、今自分自身もそのもし作ってる最中というか、まあ、監修で入ってるもののやってる最中なので大変なんですよ本当問題作るのって、はい、まあ、そうですね、はい、共通テストある人はそういうのも意識していかなきゃいけないですね、はい、まあ、二次の勉強ばっかりやってるって人も多いですもんね。そうですね、そういうのもやっていかなきゃいけない。そして、はい、じゃあ高1、2とかはどうなんですか。まあ、高
校1年生に関しては、はい、多分そろそろ差が開き始めることだと思うんですよ。おお、なるほど。要は夏休み挟んでるじゃないですか、うん、で夏休みでやってる人とサボってる人って、はいはい、もうサボってる人記憶喪失じゃないですかで9月になんか前期の復習テストみたいなのがあって、はいはい、で2学期始まって、あれなんかみんなめっちゃ勉強できてねみたいな、はいはいはい、なんか俺忘れてねえぜみたいなことになって、うんうんうん、やばいって思ってるのが多分10月かなと思うんで、うんうん、なんていうか別になんか受験勉強しろとかではないんですけど、勉強したことを忘れない、キープするっていうことを身につけなきゃいけない時期かなっていうふうには思いますね。で高2はさすがにそろそろ受験の勉強をしていかなきゃいけないかなっていうのもあるんですけど、まず勉強をするということとやり方を確立させることっていうのが10月とか2年生の間にやっておきたいことかなと思いますね。なんかペースどうこうっていうよりはそもそも勉強は継続しないことが問題だと思うんで、英語か数学あるいは英語と数学からでいいと思うんで、まずはちゃんと毎日勉強するっていう習慣つけることが大事かなと思います。そうですね、それは大事だと思いますね。なんでなんでしょうね、10月やらない人多いのはなぜなんでしょうね。なんか11月になって、あ、塾行かなきゃってなるところ多いですもんね。 なぜなんでしょうね。年末感があるんですかね。なんかクリスマスの曲がそろそろ流れてくるので11月だとハロウィンの時は全然まだまだイエーイみたいな感じで、そうですね、塾業界も11月に、ね、動き出す塾予備校多いですけど、ね、9月10月とか閑散期だなんてねよく言ったりするんですけど、そんなこと言ってらんないですよね。そうですね、10月ちゃんとやんないと。いやもうね、勉強しようと思うのが遅ければ遅いほどね、やる気の起こるのも難しくなってくるんですよね。本当そうなんですよ、まあ、とりあえず、まあ、自分でやってみようみたいなのでできないってことに気がつくので、どうせですね、はい、だから本当に始めるのは絶対早ければ早い方がいいに決まってるわけですよね。そうですね、はい、早いとこやって一回失敗しようって話ですから、ね、そうです、はい、いろいろ失敗してそこであダメだったっていうのをこう修正していくね。でもう直前期になればなるほどその、ね、失敗と修正ができなくなっちゃうから、ね、そのまま不合格に直結しちゃいますからね。そうです、本当そうなんで、いやもう1日でも早くっていう感じだと思うんです、はい。中村先生はどうだったんですか、高2、高1。僕は高3は何もしてないですねあ、意外と落ちるんだって受験の時思ってたぐらいなんで。そうですね、これ結構、はい、コメント欄に多いです最近、はい、受験って落ちるよっていうね、はい、みんななんか高校受験は受かるから、はい、受かった記憶を持ってる人がすごく多いけども、大学受験はまあ難しいところはやっぱ落ちる人が圧倒的に多いんだからっていうので、はい、その経験を、ね、味わうことになるよってなめて、普通にマーチぐらいだったら、そうですね、とりあえずマーチみたいですね、本当、はい、とりあえずビールじゃねえんだからそんなレベルじゃないからってですね、はいはい、あとやっぱりその今のマーチの話できたんであれですけど、はい、もうちょっと大学のことをそろそろ調べた方がいいかなっていう。あ、そうですね、はい、それは本当に思います。はい、でまあ、僕らもねその対策動画撮るじゃないですか、その時に調べててなんて複雑なんだって思いますよ ね、 そうですね、もうね本当に、いや例えばそれこそ受験マニアみたいな人だったら高2の時点でも大学名で結構知ってると思うんですけど、はい、例えばマーチって言われてもどこのことか分かんないとかっていう人全然いっぱいいると思うし、うん、あと入試の肌感覚分かんない人もいると思うんですけど、うん、例えば日東駒線って受験生の何パーぐらいが入れるぐらいのとこなのかなとか、うん、どれぐらい総計って入るの大変なんだろうなとかっていうことも分かんないと思うし、あとその自分のやりたいことがどの大学ならできるのかっていうのも結構知らないっすよね、はいはい、そうですね、はい、全然知らない、とりあえず何々系とかっていう人いますよね、うん、とりあえずなんとか系に入りたいですっていう人多いんですね、はい、だから言っとくとこれ理系は私も文系なんて大抵の学部やること一緒なんで、はい、どこでも言わせるとそれみたいな話になっちゃうんですよね。本当そうですよね、はい、でそうなってしまうので、うん、ちょっと調べてください、はい、でいざなんかこうですね、願書を出すときにさあ調べようと思ったら、え、何これ何にって何にって何々にって、はい、めちゃめちゃいっぱいあるんだけどこれ、はい、そうですよね、とえここ英語英検絶対取っとかなきゃいけないのみたいなこととかですね、そうそう、本当に今もう4技の共通テスト利用とか、うん、共通テストプラス何々とかですね、はい、4技のプラス何々とかたくさんありますので、はい、それはもう調べてほしいっていうのはね本当にあるんですよ。あの、ね、あの世の中ね、日東駒線とマーチと総計しか大学がないわけじゃないですからね、特に地元大学の情報を知らない人は入試においてかなり不利だと思っておいた方がいいっていう、うんうん、そう調べましょう本当にね。あ、この間そういえば出てましたもんね、はい、どこからが難関大ですかっていう、はい、なんかぼんやりとしたね謎のイメージをみんな持ってる人がね、マーチ以下はエフランだとかね、はい、そういうわけなかなり持ってますそんなことございません、はい、ちゃんと調べてください。はい、ということで、じゃあ今回中村先生ですね、10月どうやっていってけばいいのかっていうのを聞きました、はい、ぜひこれを参考にしてですね、はい、本当に調べようと思ってくださいね、はい、まあ、どの学年の人もですね、ぜひ調べてやってみてください、はい、はい、今回は中村先生を出ていただきましょう、ありがとうございました、ありがとうございました。